こんにちは、森下アットホームの森下です。今日はですね、私の動画をね、見ていただいた、いただいている方からあるコメントをいただきましてね、そのことについてちょっと解説をしていきたいと思います。そのコメントっていうのが、中古住宅をね、買うときにこうちょっと注意した方がいいなと思う点があれば、ぜひ教えてくださいということで、リクエストいただきましたんでね、ちょっと工務店の親父目線なので、あくまでその範疇ということでご勘弁願いたいんですけども、解説をしていきたいと思います。はい、ではちょっといつものように僕の手書き見ていただいたらと思うんですけども、やっぱりこれだけ建物価格が高くなってきたら、あるいは土地が非常に出にくいエリアありますよね。そういうところだと中古住宅っていうのも選択肢になりますよね。なのでやっぱりせっかくなんで、その時にこういうとこ注意したらいいなっていうところをちょっと僕なりの考えを伝えていきますね。まずですね、中古住宅のメリットデメリットの方をちょっと整理しておくとね、中古住宅のメリットで先ほども言いましたけど、まず価格が比較的安いですよね。で、日本人ってなんかこう極端ですよね。なんか新築建ててもね、もうすぐにこう中古価格って下がっちゃうみたいなこともあるぐらいですから、比較的安い。それから分譲住宅と一緒で、実物を見てから買うわけなんで、イメージ違いってことは少ないですよね。で、それとね、最近僕が思うのはですね、流通量が最近増えてきたな、つまり選び代が増えたなっていうところも中古住宅購入のメリットかなと思います。で、一方デメリットはもう当たり前の話ですよ。修繕がいる場合がね、比較的大丈夫よみたいな、買ってすぐなんとか壊れたとかなんとかなったみたいな、それがありますよね。それと意外と中古住宅安いって買ったら仲介手数料が後で聞いたらびっくりしたみたいな。例えば2500万ぐらい土地建てで、一定のこう水準の建物を買おうとするじゃないですか。そうすると、3% と6万円とで、さらに消費税ってなるので、2500万の家を買うだけで手数料89万1000円いるんですよね。100万とは言いませんけど、ちょっと近くいるから結構なかなかですよね。で、最もね、デメリットなのは、場合によってね、住宅ローン控除が受けられん。これ結構でかいですよ。だから住宅ローン控除ってもともと消費税が 8% から 10% になる、その 2% の消費税を控除という形で返してあげましょうということが趣旨なので、なんていうんですかね、実質住宅ローンを使う人だったら 8% と同じ形で買えたのが 10% 分の買い物になるっていうところなので、これ注意してほしいんですね。で、どういうところで言うと、築25年を超えてしまった鉄筋コンクリートの建物も×です。だから以内の建物じゃないとかですね。それから築ね40年以内の木造住宅やったら40年以内じゃないと×です。だからね、ここ結構重要なんで、結構スレスレの、ね、時あるじゃないですか。特に鉄筋コンクリートで25年ぐらいやったら、そんなになんかこう古い感じせえへんと思って飛びついたら控除受けられへんよって言ったらちょっとしんどいですもんね。だからそれは注意をしてほしいと思います。で、中古住宅を買う流れがまずちょっと知っておいてほしいんですけども、まずですね、不動産屋さんを物色して、おーってちょっとこれええかもって出たら、やることは内見ですよね。実際に家行って、外もなんですけど中も見るっていうですね。で、おーおー中も見てもええやんってなったら、次がローンの事前審査に移ることが多いですね。住宅の借りるということは前提ですよ。現金で買う人は別ですけどね。で、そして事前審査が終わったら、いよいよ物件の申し込みをします。これ、いきなり物件の申し込みを、してもいいんですけども、ローンの審査は事前審査っていうのを受けてくださいって言われることが多いです、不動産さんはね。なぜか言ったら、そんな買えへん人にそんなの勧めてもしょうがないからってことなんですよね。で、物件の申し込みするときは手付金がいります。大体これは不動産なんで 10% だから、2500万の案件やったら250万いります。で、そしてそれを、申し込みがあった後に、いよいよこう売買契約になるんですけども、この売買契約を結んだ時に大事な特約を確認する必要があります。大抵ついてますけどね。でも一応確認してください。ローン特約っていうんです。これは買い主さんの保護のために、
こっからこの売買契約した後に住宅ローンの保温申し込みするんですけども、その時まれに何かの理由であかんっていう時があるんですよ。でその時にいわゆる白紙解約ができるっていう特約です。出ないとですね、来れないと手付金 10% 没収されちゃいますからね。住宅ローン通らへんいうのはもう買い手の方の都合なんで、売り手関係ないじゃないですか。一旦買おう言うたのに、すいません僕ちょっとお金の工面つかへんから買えませんわ言うたら、何こいつふざけたこと言うとんねんって言って 10% 取られるいうのはこれがもう習わしなんで、これ仕方ないですね。だからそうなると、まあ大抵ついてますけどね、ついてるけど、まあ一応自分のことやからチェックしておいてください。でこれが終わって住宅ローンがちゃんと通ったら、いよいよ引き渡しってことで残り残金の9割を払うってことで自分のものになるっていうのが大体の流れです。だからこの流れの中で、いろんなことをやらなあかん、やっといかんと後悔する買い物になることがあるよっていうことなんですよね。でそれ で僕がまあ思うのは、まあ、内見の前に事前調査はやっぱりいるのかなと思います。で事前調査っていうのはもちろん自分が行って目で見るっていうこともあるし、その仲介に入ってる不動産屋さんにいわゆる重要事項ということとしていろいろ確認事前にするということも含めてです。なんていうんですかね、内見っていうとはもういよいよ本気のね、なんか話なんで、もうプロポーズしに行くみたいなもんやから、それまでにプロポーズするまでにとて付き合いとかなんかね調査とか、あるでしょ人間でもね、一緒です。で事前調査の時に、まあ僕が思うのは、まあこれ当たり前のことですけども、まず境界の確認ですね。古い町は意外と境界がはっきりしないことあるので、これはちゃんとしておきましょう。話しにくいからね、後では当事者はね。だからちゃんとこう事前に間に人が入ってきてる時にやる。でそれからお隣からの越境物も結構あります。古い町は例えばね、おじいちゃん同士が友達で、俺んとこ電線通しといてええわとか言って、で通しとうみたいな、え、なんなんこの電線とか言って、結構知らんかったらびっくりするようなことがありますよね。でこういうものはないかどうか。でこれは水道とか電気とかガス、もライフライン全部です。で前もちょっと新築の時の土地探しで言いましたけど、水道管の施設管が流してないうちで通っとうみたいな、あるいは自分家の水道がよその敷地を経由して入っとうなんてこともあるんですよ、まれですけど。だからここはちょっとチェックがいります。だからそこまで調べてくれてますかっていうのを仲介業さんに聞いてくださいし、要求して僕いいと思うんです。あんた信じて買うんやからしっかり調べてくれなあかんでっていう感じですね。でまあ僕は建築家、まあ、基礎のひび割れとか、それからこうぐるりをこう犬走りみたいなコンクリ売ってたら、これがこうフリクなんかってなってるっていうことは、こう地盤がなんか起こしてる可能性もあるので、これも注意してください。でそれとね、自分家だけじゃなくて隣の擁壁とか石垣とかあったら、この辺の状況を見てくださいね。でその時に一つね、コンクリート擁壁なんか多いのとか、まあ、石垣もそうなんですけどね、水抜きがね入ってない時代のやつがあります。そうするとちょっと用ないというか、不安な時も高低差によってはあるんでね。でここら辺も見てもらえたらいいと思います。でまあ最近はちょっといろんなこうアイテムできてきてるので、屋根なんかのね綺麗具合はドローンで見れたりできたりするので、まあこれ不動産屋さんがやってくる人まだ今少ないと思いますけど、業者さんによったら、ああそういうのをチェックしてくる業者あるんで紹介しましょうかっていうのあるんで、瓦の家なんかがねとか、コロニアの家なんかはちょっと見といた方がいいのかなと思うんで、こういうのもよかったらしてもらったらいいんじゃないかなと思います。でこういうことがあって、結構いいねと、いろんな諸条件がクリアできてるねっていうことであれば、いよいよ内見ということになります。でこの内見に関しては、まあ内見ぐらいから家の中に入っていくんやから、家のその内側の痛み具合とか状況を見るっていうことで、まあ、チェックしていただいたら別に普通にしてもらったらいいと思うんですけど、僕がね一番こう注意してほしいのはね、入居者がいるケースです。そんなことあんのと思うかもしれませんけど、意外とあるんですよ。売り主さんがまだ住んでる、でも何かの事情で売りたい言うたら、そこに行って、でその売り主さんが住んでるのに売りたいって、これ結構忙しい取引なんですよね。そうでしょ、普通そんなんせえへんじゃないですか。何か事情あるんですよ。転勤騒動とか、まあ、何かの問題があって現金化せなあかんとかって。で言う時にね、ちょっとなんか
あの映画の話みたいなこと言うんですけど、あの住んでる人がね、売り主本人かどうかは聞いときたい、聞いといた方がいいです。だからあの仲介の不動産に何ちゅう売り主さんなんて名前聞いてね、言って突然聞かなかったんですよ。突然あの先生お名前何としてあるんですかって聞くんですよ。そしたら違う名字言われたりするときあるんですよ。冗談みたいにあるんですよ、これこういうのね。でそれは何か言うと、そのニュあのこう売り主さん貸してるケースなんですよ。そうするとあの そんなあのそれも分かって売るとか、その当然出るんやいう前提の時もあるんですけど、意外となんかあの出てもらうのがややこしい、出えへんことないんですけど、なんかちょっと思ったように出てくれへんかったみたいな問題があるんです。でそれと、まあ、極端なケース、競売物件の時ね、競売物件であのちょっとおええやん値段安いやんって飛びつく人おるんですけど、この競売物件に入居者がいるケースがあります。これがまあちょっといわゆるちょっとこうアンダーグラウンダーな人たちが商売としてその不法占拠っていう言い方がええかどうか分かりませんけど、まあ、近い感じで言う人もおるんで、この辺はあの、まあ、ほぼねあのもうあの空き家の状態で見ること多いと思うんですけど、この稀に入居者がおるケースの時はちょっと 聞いといても損もないから、もしそういう取引がある人は注意をしてもらったらいいと思います。これでね、内見というか事前調査も含むかもしれませんけどね、僕が特に思うのは、この家なんで売りに出されたんっていう理由の確認ですわ。例えば相続とかね、それからなんか転勤があってとか、そんなのもええじゃないですか。でもね、ちょっと意外に僕の知ってる人であったのはね、近隣トラブルというのがありました。あのまあね、僕もその地元住んでるから、あの要注意人物って言ったら縁ですかね、ちょっとややこしい人 おってやないですか。で ややこしい人のそばにハウスメーカーの綺麗なお家できたんですよ。そのお家があの 1,2 年で出られました。で売り家って出て、ですぐ新しく入っていたんですけど、要はその要注意人物のそばの家が、まあ、何らかトラブルがあったんでしょうね。それで嫌気がして、せっかくローン抱えて建てた立派なハウスメーカーの家やから高い家や思うんですけど、出ちゃったのに出ちゃったという。でそのいきさつを知らずに、いやーちくわさのハウスメーカーのごっつい家が安いやん言うて買うた人おるんですよ。であのまあその方はそんなん知らんくて当惑したし、あのなんか心地悪い。特別そのね、トラブルになった相手が今度入った人にも何かしてきたかどうかはちょっと分からへんですけど、してたら考えません？ね、でこういうことがあるから、これはやっぱり 聞けるなら聞いた方がいいですね。それから、まあ、あの何かの事故が、まあ、いわゆる心理的過信っていうやつですね、まあ、あの何か、うん、分からないですけど住まれてる方は亡くなられた、まあ、何かの事情で亡くなられたっていうケースなんかが、あのへっちゃらな人いますね。僕の友人でもそのへっちゃらなやつ何人もいますけど、あのきっと僕の女房はあの嫌がると思います。で そういう感じです。でこれはですね、ご存じに聞くのがいいんですけど、まあ、なんかなかなかそんなに言えへんみたいなこともあるときは、ぜひぜひね、近隣に問いかけてみる。近所のおばあちゃんに、ここね、あの どんな感じですかって聞いたら、まあ、世話焼きの人 2,3 人おるんで、だいたい 2,3 人聞いたらだいたいわかります。あ、そういうことあったんですねって。でそれが自身に許容できることであれば GO です。でもまあやっぱりすごいええかもしれんけどいうときはちょっと注意されたらいいんかなと思います。でね、あとはね、まあ、建築的注意点もいっぱいあるんですけどね、ちょっとバッて言うと、あの最近あの中古住宅を再生して売るって多いじゃないですか、再生再販でリフォームとかリノベーションしとんですよ。でこれをされてるからええっていうよりは、どこまでどんな工事してくれてるのかいうのは聞いた方がいいですよね。あの要はあんのは水回り きれいにしたって目で見たら分かるから分かりやすいんですけど、あのクロスもきれいに張り替えてるから見れて分かるからええんですけども、例えば防火工事はどうなったのとか、でそれから防水工事はどうなってるような、掃除をしたらごまかされてるようなこと、ちょっと言い方悪いですけども、あのすいません口悪くてすいませんね、あのそういうことはちょっとしっかり聞いてください。でやっぱりそれをちゃんと告知する義務は僕は当然あの仲介の方にあると思うんでね。それと、まあ、あのこの家丈夫なのどうこう言うんで、一つの、まあまあ、よく言われる目安が、あの検査済書の発行日の確認ですね。お家ってあの適法の建物やったら検査済みって降りてますから、その検査済書があったら見せてくれっていうのは言えるなら言ったわけです。その時に日付が、発行の日付が1981年、昭和、56年ですかね、56年の6月1日以降であれば新耐震の基準です。
でもそれ以前は前の基準なんで、まあ、建物が強度的に新しい基準を満たしてないということがあるので、これもまあチェックが、まあ、それ満たしてへんから格安ですっていう時はまた別です思いますけども、気になるんやったら聞いておいた方がいいと思いますね。まあ、それとまあそれのまあ延長ですけどね、あの既存不適格っていう時があります。あのもう建ってるから壊、あの住んでる限り壊せた言わへんけども、なんか、今の現行の法律の縛りで言うと不適格ですよっていうやつです。で、まあ、家ってね未来永劫じゃないので、建築基準法とか都市計画とか、まあ、その地域の条例とかによって既存不適格っていうことでないかどうかっていうのは格安の時にね特に心配やと思うんで、あの受けてこられたらチェックされたらどうかなと思います。であとはね、あの耐震診断受けてるかどうかとかも、 ある程度地区のやつね、例えばだから、まあ、僕の感覚で言うとですね、大体ね木造の建物やったら2000年ぐらいの竣工を前後して、例えばベタ基礎とかあのプレカットのしっかりした軸組みになった印象が僕ありますから、あのそれ以上に古かった時はあの耐震診断を、これ市とかであのとか県とかであの簡易あの耐震診断っていうののそのなんていうか相談窓口とか助成金とかあのわずか安い金額で何千円かぐらいでチェックできるので、これは受けといてくれてるかどうかはちょっと見といてもいいと思います。それとね、気になるところではあの古い家買って何年か住むんやけど、まあ、ちょっと先では建て替えもあるかなみたいな時は、その家がアスベストチェックを受けてるか。あの最近ね、あのアスベスト問題はすごく厳しくなってて、昔はねその大規模な建物とか公共の建物なんかのアスベスト除去っていうのは結構うるさく言うってあったんですけども、今はもうどんな建物全部そうですからね。アスベストあったら管理型の解体せなあかんです。そうするともう時間もかかるし、お金ももう何倍でかかりますということになると、そういう目論見で格安の古家付きっていうあの不動産買われた時にはあのアスベストチェックをしてるかどうかをあの買う前やったら言えるじゃないですか、受けてくれてるって感じで。だからあれやったら言っておかれてもいいのかな。あの明らかに古いね、ものっちょい古い家はアスベスト建材使ってないからまず問題ないと思いますけど、あの高度経済成長の時代に入った中途半端な古さの建物は少しあのチェックがいると思います。でそれとまあ新築も一緒ですけど、ハザードマップもあの土地勘のないところやったらね、あの見とかれたらいいんじゃないかなと思います。で僕はあとはですね、やっぱり床下とか小屋裏のチェックはあのしたいなと思ってます。まあ、できたらお施主さん自らね納得するようにもされたらいいのかな、まあ、潜る手間もいりますけどね。で僕が床下潜るときに思うのは、もちろんあの、ベタ基礎かどうかを見ますね。今ベタ基礎の家がやっぱり僕ええと思うのでね、あの湿気曲がりにくいし虫も来にくいんで、であの丈夫でもあるっていうところですね。であとはそのまあ当たり前ですけど、その義道って言ってそのシロアリの道ついてへんかなとか変な鎖ないかなっていうところを見ながらですよね。で小屋裏チェックはですね、まず断熱材がちゃんと引いてあるかですね。それから、引いてないんやったら、まあ、その引いてないね言って価格交渉するか、あのもうそれ割り切って買ってあの断熱の補強はした方がまあいいかなと思ったりします。そんなにあの たくさんのお金かけなくてもやる方法はあると思うの でそれと潜った時にですね、のじ板って言ってこう屋根の下地の板が裏から見えるので、これで変なこうシミとかないかとか鎖がないかっていうのは見といてもいいと思います。でそれによっては非常にこう早期に修繕がいるかどうかっていうのはある程度あの判断することができると思いますね。それからね、窓も結構今は 見たらっていうかな、あのできたらね、あの築浅の物件を買う時にもシングルガラスか、まあ築浅の時シングルじゃないことが多いと、まあ多いと思うんですけどね、まあ、ペアガラスになってるとやっぱりいいですよね。であとはまあちょっともうめっちゃわがままですけど、気密試験させてくれるかなってことも、あのなんていうんですかね、高気密高断熱的な感じの中古屋って思って買うときは、あのできたらね、できるもんならよりいい、あのおおいいやん、気密全然落ちてないっていうと嬉しいですよね。でまあこの辺はその最後の3つぐらいはあの結構まあややこしいっちゃややこしい、素人でできるかという問題もあるんで、これはもうホームインスペクションを受ける、まあ、このホームインスペクターっていう制度があって、そういう技術者が行ってあの中古の住宅を見て客観的に評価するっていう、その仕組みがあるので、これを
受けて買うっていうのも非常におすすめですね。であと1点ね、ホームインスペクターで結構いろんなあのパターンの人います。なんか不動産系の仕事をやってきて勉強してなった人とか、現場の施工からなった人とか、設計事務所さんがやってるケースとかいろいろあるんですけど、まあ、僕はこう現場がちょっとある程度分かるホームインスペクターに見られるのが、見ていただくのが結構ね、あのなんていうんですかね、ばらつきあるんですよ。すげえなって思う、ホームインスペクターもここまで見るかっていう人もおるし、今ので見たんっていうような人も正直いますから、あのどういうホームインスペクターがインスペクションしたんですかって言ったら、そのホームインスペクターの登録番号とか、その所属会社とか分かるので、ある程度分かりますよというので、そういうところもチェックしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。まあ、結構ね、僕はあの工務店親父なので、工務店親父目線の中古住宅買う時の、あの注意点、着眼点ということなので、まあ、もしねこういうのもあの使っていただけるようであれば、あのぜひあの参考にしていただけたらと思います。はい、まあ、こんな感じでね、まあ、家作り、暮らし方、見極め方、何度かんだあのいつも解説をしてますので、よかったらねチャンネル登録をしてみてください。